ヤブツルアズキは、豆カササゲ属のツル製の一年草。アズキは本編種の分類上の基本種になるが、系統的には本編種から東アジアで栽培化されたものと考えられている。茎は、長さ3メートル以上になり、ツルになって、他に絡みつき、前層に、気褐色の開けでする荒い長毛が生える。葉は五生し、長い傭兵のある産出服用で、いただき商用は、 ガワコバより大きい。小葉は強卵形から卵形で、長さ3から10センチメートル、幅2から8センチメートルになり、縁は全縁か浅く散列し、先端は急に鋭く尖り、基部はドン型で短い傭兵がある。葉の両面に気化色の長毛が生える。傭兵の基部に卓葉があり、強卵状長楕円型で、長さ7から10ミリメートルになり、 荒い毛が密生する。火器は8から10月。溶液から、果樹柄を脱出創カ果樹の変形である偽創カ果樹をつけ、2から10個の花をつける。額は4列する。小法用は額より長い。果敢は黄色で、長さ幅とも25から18ミリメートルになる。旗弁は左右非相性で、竜骨弁は2枚が合着して2分の1から4分の、 三回転し、右側の翼弁は竜骨弁を描き、左側の翼弁は左側に突き出た竜骨弁の巨に被さる。湯髄十個と髄髄一個は竜骨弁の中にあり、同様に曲がる。竜骨弁と火中の先端は、くちばし状に伸長する。果実は、線形の頭下で垂れ下がり、無毛、長さ4から9センチメートル、幅約4ミリメートルになり、 6から14個の種子を入れ、緑色から国力褐色に熟し劣化する。種子は単円中形、または長大円型で、長さ3から5.5ミリメートル、幅2から4ミリメートル、厚さ2から3.5ミ、mm、リメートルになり、小豆より小さい。色は褐色から暗視褐色で、へそは線形で、仮種比は細く、盛り上がらない。日本では、本州、四国、 九州に分布し、原野の草地に生育する。日本国外では、朝鮮半島、中国大陸、ベトナム、ミャンマー、ネパール、ブータンに分布する。和名、ヤブツルアズキは、ヤブツルアズキの意で、基本種のアズキは、栽培種で茎が直立し、ツルセイにならないのに対し、本編種は、野生種、すなわち、ヤブに生えりツルセイになるアズキ、ヤブツルアズキを意味する。 ありがとうございます。